はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。カーリー渚です。さあ、本日なんですが、フォーチュンレディデッキを組んできたのでね、ご紹介していこうと思っております。私も大体キャラクターデッキと呼ばれているものは、作ることにしているんですが、ちょっとフォーチュンレディ全然手を出してなかったんですよね。で、本日作ってきました。はい。フォーチュンレディっていうデッキが、まあ、どういうテーマかっていうと、基本的にはシンクロテーマになってまして、フォーチュンレディパスティっていうモンスターと、まあ、ライティ、ウォーテリーあたりを使って、まあ、シンクロしていくテーマになってます。で、まあ、シンクロテーマなので、1枚初動はないんですね。基本的にこのデッキ。なので、2枚で動いていくことになるんですけども、まあ、だからまあ、ちょっとさすがにランク前用とは言えないかなと思って、エンジョイ構築にしてるんですけども、一応ね、名前は。はい。まあ、ランクはでも、まあ、勝てますけど、やりゃ。やってりゃ勝てますけども、まあ、弱くはない。ですけど、まあ、ちょっとさすがに1枚初動ないから、割とちょっときついかなという、まあ、そういう印象でしたね。はい。で、どういう動きをしていくかっていうと、基本的にはこのフォーチュンレディコーリングっていうカードを使って、フォーチュンレディを2体並べていくんですね。で、パスティとライティを2体並べて、で、パスティの効果でライティ除外しながらレベル上げることができるんですけども、ライティってフィールドから効果で離れると、デッキからフォーチュンレディ出せるっていう効果があって、これでまあウォーテリーっていうね、まあ強欲なツボと言われているフォーチュンレディがいる場合に特殊化すると2枚同できるっていうのがやばい効果あるんだけど、これを使って、まあ、心境召喚したり、まあ、レベルを操作してね、いろいろとやっていくっていうテーマになってますね。で、今回のギミックはどういうギミックが入ってるかっていうと、正直ですね、エヴァリーが一応エースモンスターになってるんですけども、このテーマ、ねエヴァリーはね、はっきり言いますよ、相手ターンめっちゃ弱いんですよ。効果自体がやっぱ相手ターンに妨害する効果ではなくて、このモンスターめっちゃエロいけどね、ハイレグが、このカードの攻守がまずそもそもレベルの数かける、400になって、で自分のスターマイフェーズに一応相手のモンスターを、選んで除外できるって効果あるんだけど、これ相手のターンは何もしないから、これ置いといてもあんまり意味ないんですよね。で、相手のエンドフェーズにこの方が墓地で存在していれば、自分の墓地から魔法使いを除外すると出てこれるっていう自信が、だからこれね、別に相手のターン中フィールドに置いとくことは意味がほぼないんですよ。意味がほぼない。まあ一応、ま、そのこういう魔法術師の右手とかね、魔法族の里みたいなカードがあればまあ別だけど、基本的には自分は何もしないので、こいつを使ってまあ、シンクロ召喚できる、こいつを使ってシンクロ召喚したり、こいつを使ってドローしたりできるようにして、でこいつを墓地に置いといて、で自分の次のスタンバイフェーズ時にこの効果を使っていくように、まあそんな感じの構築にしています。でさすがにそのビートダウンしてるようでは弱いから、フォーチュンディエバリーだけで、今回はですね、タクシーギミックが入ってまして、アルティマティオリキンと言われているこのモンスターですね、赤い気流の技、これが一旦に、ちなみに出し方ね、進行召喚できない自分のフィールドの表側表示のレベル5以上の同じレベルの中型中内側のモンスターを墓地を送ると特殊召喚できるという効果があるんだけど、これ結構ね、フォーチュンでやりやすくて、まあ、ドローもできるから結構レベル6を用意するカード引けるんですよ。見習い魔導士とか、あとそれから、まあ、マジシャンソウルズとかね、こういうモンスター引けるんだけど、この辺とあと、さっき言ったそのパスティライティからのウォーテリーの動き、これすると2枚ドローしながら、レベル6のチューナーを用意することができるんですね、コーラドラゴン。なのでレベル6を特殊召喚して、でそのモンスターと一緒にタクシーを出し、そしてカードをセットしてクリスタルウィングを出すと、これが一応理想の先行展開で、上振れてるとそこにマジシャンソウルズとか、デストルトが絡んでエヴァリーが出てるみたいな、でさらに言われてると、エヴァリーと一緒に、パスティもう一体死者蘇生とかね、まあこの再演とかで出してきて、シンクロ召喚でレベル8が2体並んでるから、まあ、ドラガイドとか、ウィングシンクロとかが出てるみたいなね、もう一体の、はい、そんな感じですね。でもデストルトがめっちゃ相性良くて、これレベル7になるようにシンクロ召喚できるじゃないですか、基本的には。っていうことは墓地に存在していれば自分の、レベル6以下のモンスターのレベルを下げながら特殊召喚できて、でこいつチューナーになれる、なれるというかチューナーなので、相手方魔法使いであればこいつのシンクロ召喚条件満たせるんですね、チューナープラスチューナー以下の魔法使いのモンスターということで、だからこれが入ってる、これ結構強かった、使ってて、まあ、ライフ半分痛いけど、でさすがにパワーが低いのでデッキとしては非常にね、ドローはできるけど結構なので、まあ、ちょっとパワーを上げるためにうららとか神通とかが入ってるっていう感じですかね。結構このルドラとかフォーチュンフューチャーでドローが加速できて、意外とこの辺は引けるんで、まあ回れば強いですね、まあ、ファンデッキの典型例、回れば強い
そんな感じのテーマになってます。早速ね、動き方見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。このさ、フィールド結構おしゃれだよね。なんかあの1ヶ月遅れの運営からのそのゴーストリック推しがなぜかね、マスターデュエルには来てるんですけども、これは1回ルトラでいいか。ですね、ライティールドラパターンですね、これね。で、ルドラの魔導書発動を、ライティは効果でね、フィールドからあの離れると、なんとフォーチンレディを出せるという効果もあったとして、ここで特殊がと、はい。で、死者蘇生をしないと、いけないんですが、死者蘇生をして、フォーチュンレディ、ライティを特殊が、ライティのこのフィールドから離れたときに、デッキからフォーチュンレディを出すっていう効果なんですけども、これ、対峙ありませんので、フォーチュンレディパスティの効果を発動。自身のレベルを一つ上げながら、フィールド上のフォーチュンレディ、ライティを除外。そして、除外した場合のフォーチュンレディ、ライティの効果を発動。ライティは除外された場合、リッキからフォーチュナディを特殊召喚できるので、ウォーテリーを特殊召喚。ウォーテリーはフォーチュナディがいるときに特殊召喚するとカード2ドローできる。強え。強えぞ。いや、強いけど、これ一回コーリング、今打つしかねえな。これどうせね、あのフォーチュナディいなくなるんで、この後進化するんで、まあ、ちょっと一回ライティを出しておいて。まあ、一応ここで7シンクロできるんですけども、一旦7シンクロはほっときまして、レベル4のフォーチュナディ、ウォーテリーに、レベル2のフォーチュンレディライティをチューニング、シンクラパスティだった、フォーチュンレディパスティをチューニング、シンクラ召喚、ボーラルドラゴン、さらに幻想の乱れ魔導書の効果を発動、自分の手札を1枚墓地送り、自身を特殊召喚、そして、レベル5以上のチューナーとチューナー以外のモンスターを墓地送り、赤き竜の技現れろ、アルティマヤ強気、そしてコーラドラゴンの効果でカードを1枚取ろう。なるほど、俺が強いですね、これね。で、カード1枚セットして、アルティマスティオルキンの効果。ヘイ、タクシー、ドーン。これが一番強いです。正直ね、フォーチュンレディ組んでて思ったんですけど、マジでフォーチュンレディエバリー、相手ターン、なんにもしないんですよ。一応、自分のスタンバイフェーズに相手のモンスターを除外するっていう効果あるんだけど、自分のターン、マジで何にもしないから、何にもしないから、巻き込んでクリスタルウィング出そうと思って、そういう公式になってます、基本的には。一回このカード特殊召喚ですね、これは。で、マジシャンズソウルズを、ブラックマジシャンガールを送ることによって、自身を特殊召喚しながらカードを2枚ドローしていきましょう。そして、マジシャンズソウルズの効果。魔法カードを、手札から、魔法トラップカードを手札か、フィールドから墓地を送ることによって、カードをドローできる。まあ、一応1枚だけドローさせてもらって、なるほどな。一旦ですね、デストルドというヤバすぎるやつの効果を使って、これ結構簡単にエヴァリー出せるんですよ。エヴァリーってチューナープラスチューナー以外の魔法使いずごモンスターなんで、チューナーなんでもいいんですよ。チューナーマジなんでもいいんで、これね、エヴァリーね、結構ね、デストルドめっちゃ強くて、はい、これ結構簡単に出ます。まあ出るだけですけどね。出るだけではありますけどね。で、セットですね。一応ドロー力すごいので、神罠を雑に入れました、デッキの中に。結構ドローできるんで、神戦とか神通とか結構引けるんですよ。だからまあ一応クリスタルウィングと神通なんで、一応2防がやります、今のところね。はい。で、エヴァリーは何もしません。エヴァリーはね、なんならね、出した後に巻き込んでシンクロスラインにするか、なんかサイマジとかでなんかリリースして墓地を食った方がいいっす。エンドフェーズに墓地から読み上げてきた方がバウンスとか食らわなくていいんで、はい。エヴァリーはね、相手ターンに出しておくモンスターじゃないっていうことだけは言っとくわ。ブラックマジシャン、相手はブラックマジシャンだ、クソくはない。魂のショベ強いな。人口がチェーンショベだとデッキトップに置いたカードをサーチできる。で、ソウルズ置いて、なるほど、ソウルズ置いて、これなんかドローする手段あんのか、あれか。でも幻想の見習い魔導士だったら、幻想の見習い魔導士だったら多分先に使わないとシャッフルされるよな。デッキの中の順番を操作していく。なんかナリキンゴブリンとか入ってるやつ、これ。結構ね、ナリキンゴブリンとか相性いいんですよね、あのジンと。あ、しもべ使えんの？え、なんで？なんで？お前、ブラックマジシャンいねえじゃん。あ、俺の墓地にブラックマジシャンガールいるからだ。ちょっと待って。
やばいやばい、ちょっと待って、焦ってる今。クリスタルリング、シンクドラゴンの効果とマジシャンソウルズの効果向こう。ちょ待って、マジでやばい、マジでやばいこと来た。ちょ、俺の墓地のブラックマジシャンガール利用されたんだけど。シモイとかいうカード、やばい、裏目に出た俺のブラックマジシャンガール、バカな。ちょっと一回ロット君とソウルズ無効にしとったらもう相手何もできるんだろ。よし、よし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 、神罠で、あ、なにーだーにーだーにーだーにー、あれか、ラクインブラマジか、これあれか、アルビオンかルベリオン出してから、うわー、これ竜騎士ブラックマジシャン飛んで、まあでもあんま関係ないか、竜騎士ブラックマジシャンあんま関係ないな、向こうじゃね。残りないません。俺の残りないませんだ。ただお前のモンスターの方が全て無効力化していく。何が強いって、カミツーとクリスタルが強いからね、この時。あ、デッキから楽印魔法トラップカードを、サーチできる、オッケー、いいだろう。何が強いかっていうと、カミツー、カミツー、カミツー、クリスタルが強いっていうね。うん、これなんかしょうがないんですよ、本当に。いや、フォーチュンレディって、マジで、テーマ内のカード、メインデッキからはまあ結構強いですけど、その、最終尺地点、エバリーがマジで弱いんで、相手ターンガチで何もしないから、置物でしかないから、まあこっちのターン入ってきたらね、ちょっとだけ仕事するけど。はい。それがね、マジ弱いんだよね。で、アリベル君の効果使って、何かを持ってくることはできるが、なるほど、赤の楽園、なるほど。あれ？これ結構、あいつ、あいつらなんか、やべえ、なんか結構頑張ってんな。あれ、これエンドベイズに融合してくれやつ、これ。これやば。これやばい。これ闇属性、これルベリオンに来る、これ。ルベリオン、なるほど。やばい、これミラジェイド来るやん。マジか。やばい、楽園融合とかいうカードのパワーで、ブラックマジシャンとかいうデッキのパワーめっちゃ底上げされてる。やばいやばい。これミラジェイド来るやん。ジェイドやめて、うわお前そのモンスターでさ、そのデッキのパワーなんかちょっとごまかすのやめろよ、マジで。っていう発言がめちゃくちゃブーメランで刺さっていくスタイルね。お前さ、テーマ外のカードで、ちょっとその、なんか、デッキのパワー上げ、底上げしてるの卑怯だろ。おい、何してんのお前、楽園融合とかいうカードのパワー使って。自分のデッキのなんかちょっとメインパーツが弱いからってもう許されると思ってんのか、そうかよ。さあ、ポチュンでエヴァリーの効果を発動。いやでもこれなんとかなりますね、多分なんとかなります、これさすがに妨害2個残ってるんで、飛剣竜ミラジェイド君を除外していく。でミラジェイドの効果を発動していくが、その効果をクリスタルウィングシンクロドラゴンで止めていく。さあ、クリスタルウィングシンクドラゴンは相手のモンスターの効果を発動した場合、その効果を無効にして破壊することができる。烈風のクリスタロスエッジ決まるか、これ。そしてまずとりあえずフォーチュンレディーコーリングの効果を発動するぜ。フォーチュンレディーコーリングの効果により、デッキからフォーチュンレディーモンスター1体を特殊召喚できる。いや、ウォーテリー。まあ、ウォーテリーか。フォーチュンレディー、ウォーテリー。そして、ウォーテリーが特殊召喚成功し、フォーチュンレディーがいる場合、カードを2枚ドローできる。ファン！あ、強そうやな。ワンフォーワン発動。ワンフォーワン効果。フォーチュンレディー、ウォーテリーを墓地送り。デッキからフォーチュンレディーパスティを特殊召喚。4、5、6。これじゃあ一回ドローしますか。一回ドローしてから考えよう。フォーチュンレディーパスティは自分のフィールドか手札か墓地のなんか魔法使いを除外するとレベルを上げるということを持っているんだが、おお強いね。強いんごね。強いんごね。これいくつ上げればいいかな。何だそう。クオンタムかな。レベルを1個上げて2にして、で4567でフォーチュンリーウォーテリーとマジシャンソウルズにフォーチュンリーパスティをチューニング。試練一戦、未知なる力が飛竜上空となるシンクロ召喚、降臨せよサイバースクアンタムドラゴン。かっこいい。そして、幻想の乱れ魔導書の効果を発動。ボールの戦列デストルドを持ち送り、自身を特殊召喚し、
さらに防御の戦列デストルドの効果を発動。デストルドの効果により見習い魔導士のレベルを下げて特殊召喚。そしてレベル6の見習い魔導士にレベル1のデストルドをチューニング、シンクロ召喚。現れろアーカイトマジシャン。これ久しぶりに出したな、こいつ久しぶりに出した。そしてアーカイトマジシャンの効果を発動、自身のカウンターを1個取り除き相手のカードを破壊していく。さらに自身のカウンターを取り除き相手のカードを破壊していく。おらー、くらえ。あ、やべ、あ、忘れてたあ、まあいいか。クアンテムを投げればいいわ。バトルフェイズ、サイバースクワントドラゴンは相手を攻撃したダメージ計算値、相手のモンスターをバウンスし効果を発動した場合もう一度攻撃をすることができる。ユゲットラー、おー、レッピーのクリスタルスイッチ、オーチルディーバリでダイレクトアクセス。ミラジェイド選んで除外できるらしいですけど、選んで除外するのミラジェイドだけじゃありませんからね。うん、強そう、これは強そう。ジャック・インズ・ハンド、ジャック・インズ・ハンドの効果でレベル1のねモンスターを3種類見せて、その中から相手が1枚手札に加えて、相手が加えなかったカードを1枚手札に加えていこうか。なるほど、マジシャンズ・ソウルズ、逆にちなみにこれ使われるパターンあるんで、まあ、そこだけ注意って感じなんですけどね。なんかすげえ強そうなモンスターを相手に渡してしまうというね、いうのがあるんですが、とりあえず一旦ですねフォーチュンビジョンの効果によって、フォーチュンレディコーリングを手札に加えましてからパスティを召喚、そしてフォーチュンレディコーリングを発動。フォーチュンレディモンスターがいる場合デッキからフォーチュンレディを特殊召喚、フォーチュンレディライティ、そしてフォーチュンレディパスティのモンスター効果を発動。このモンスターの効果によりフィールド上のフォーチュンレディモンスターのレベルを上げることができる。コストは、パス、ライティ、そしてライティが除外された場合の効果をチェーン1で発動。さらにチェーン2でフォーチュンビジョンの効果も発動。これによってウララをね一応ケア、まあウララあったら打ってるけど多分コーリングで。そしてライティの効果によってデッキからフォーチュンレディウォーテリーを特殊召喚し、ウォーテリーの効果、ウォーツードローツーツーここは一旦ですねコーラルドラゴンですね。はい、まずはね、やっぱね、基本的にはそのタクシーを呼んでいくというね、動きが一番強いんですよ、基本的には。はい。なので、まずはコーラルドラゴンからの、幻想の見習い魔導士の効果を発動。コースト最強でーす。コースト最強でーす。で、レベル6のコーラルドラゴンと、幻想の見習い魔導士をタクシーに変えていく。そして、コーラルの効果でワンドロー。そしてカードを1枚セットすると、ヘイタクシー、ヘイタクシー、クリスタルウィングシンクロドラゴン乗車、いけ。で、マジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果によってこのカード自身を特殊召喚する。ブラックマジシャンカードをね、特殊召喚できるレベル6強級で結構強いんですよこれ。タクシー出せますし、あとパスティと一緒に。あれなれますし、何でしたっけ、エバリーで141発動。141の効果によってブラックマジシャンガールを墓地に送り、デッキからフォーチュネディパスティを特殊召喚。さらにマジシャンソウルズの効果、さあカードを2枚いらねえカードを墓地に送ってカードを2枚ドローしていくぜ。うわー、ひょ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 、ルドラか、なるほど、ルドラむずいなこれ。デストルドの効果を発動、マジシャンズソウルズを対象に取り自身を特殊召喚しながら自身のレベルを6にしていく。そしてレベル1のマジシャンズソウルズにレベル6のデストルドをチューニング、ダークシンク現れよ、フォーチュネリーエヴァリー、召喚ムービー欲しかったね、ここね。召喚ムービーないんですよね、多分ね、フォーチュニティね。フォーチュニティ、ちょっと、どれかに、召喚ムービー欲しかったみたいなのがありますね。どれにしようかな、これ何でもいいんだけどな、まあ、これ一応ドラカイトにしますか。水属性いるんでね、魔法トラップカード、無効にできるんですよ、ロボと言いますかね。はい。で、ここで、
ちなみにエバリーはマジでシンクロ素材にして墓地に置いといた方が強いんで、これ本当に相手らなんもしないから、これ置いといても例えばバウンスされたりとか、なんか的になるだけなんですよエバリーって。だからマジでエバリーはほんとフィールドに残さずに置いといた方がいい、墓地に。これが一番強い。で、相手のエンドフェーズに蘇らせて自分のスタンバイフェーズで効果を発動していくっていう使い方が一番強いと思う、エバリーはね。なんかすごい勢いで展開 したけど、言うて妨害数的にはまだ2妨害しかないですからね言うて2妨害しかない。サイバーダークワールド いだろう。サイバーダークデッキはですね、まあ、基本的にはそのパワーボンドとオーバーロードフュージョンを止めておけばまあなんとかなるかなっていう気はするんで、まあサイバードラゴンインフィニティ君がちょっとめんどくさいんで、まあ、それが出てきそうになったらどっから止めないといけないなとは思いますけれども、レベル交換みたいなパターンですね、まあ、こっちの場面に幸い機械族モンスターいませんので、サイバードラゴン出てきたところであんま関係ないですから大丈夫ですね。まあ、基本的にはもう全部通しても、パワーボンド止めましょう。はい、パワーボンドを止めておくことが一番のね、相手の展開を痛手を負わせることができると思うので、はい、サイバーダーククローね、オッケー。あれはサイバーダーク魔法トラップカードを1枚サーチすることができる。まあ、あんまここサーチされてもそんなに関係ないから、はい、ここももういい、どうでもいい、もういい、全然いい、エッジもいい。いやー、のぶたさんのサイバーダークエッジ、はい、サイバードラゴンコアいいでしょう。サイバードラゴンコア効果、これネクステア特殊召喚するやつ、あ、ちげえか、サイバードラゴン、はあ、サイバードラゴンヘルツ、はあ、あれかな、Z が出してくるパターンのやつかな。まあ、そんなに別にあれですね、あー、OK、黒でどうぞ。Z がだったら別にいいや、 Z がはまあ最悪戦闘で破壊されるぐらいだから、 Z がは別にどうとでもなる。やっぱ一番やばいのはこのターンでキルをされることなんですよまあ、木村デッキオーバードラゴンをパワーボンドされたりとかね、サイバーダーク、外国流サイバーダークエンドドラゴンを出されることだと思うので、まあ、あれをその無効にしていけば、まあ、最悪 Z がで戦闘破壊されるとか別にどうでもいいわ。それもいい、全然問題ない、 OK、 キメラも OK。 キメラ効果使わないんだ、なるほど、どうせ無効にされるからかな。キメラ効果使わないパターンね。ああ、まあヘルツもいいや。ヘルツもいい。サイバーダーク持ってくるのは別にいい。はい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 、いいでしょう。バトル、あれなんか相手弱くねえか、限界。そんなんで終わりか、さあ、ビビったか、あ、キモキモ、必勝、雑すぎるだろ、雑すぎるだろ、その処理。きっしょ。くそ、なるほどな、それを打ちたかったんだな、そのドラガイとか一番きつかったんだな相手、多分だから、なるほどな。フォーチュンレディエバリーさん、バチコルト出てくる。フォーチュンレディエバリーさんはこの、スタンバイフェーズの相手のカードを除外する効果を持っていますが、相手のモンスターいないために何もできない。フォーチュンレディライティを召喚からのルドラの魔導士を発動、ライティを墓地を送りながらカードを2枚ドローし、そしてライティの効果を発動。ライティは効果でフィールドが離れると、デッキからモンスター一体を特殊ができる。あらあら、フォーチュンレディウォーテリーウォーカードを2枚ドロー、つえー結構マジで強い、マジで強い俺で。フォーチュンレディコーリングを発動。さあ、フォーチュンレディコーリングの効果により、フォーチュンレディ、あ、ライティしかいないのか、もうライティしかいねえ。でライティを特殊召喚で、フォーチュンフューチャーを発動。フォーチュンフューチャーの効果により除外されているフォーチュンディモンスターを墓地に戻してカードを2枚ドロー。そして、フォーチュンビジョンを発動。これあと何持ってんの俺。あー、ウォーテリーしか持ってねえ。これ弱えな。いや、これ引いた結果、なんか何も展開できないぞ。そうだね、手札に引いても意味ないんだよね、フォーチュンディってあんまり。デッキから出してくるカードが、まあ、コーリングなんだけど、あんまり意味なくて。バロネス君出せるんだこれ。バロネス君出せる、え、あ、そういうこと、
バロバロバロネス出したのかな、これ。バロバロバロネス出して、これ最強だったわ。おい。おい。なんかデストルドくんやっぱ結構強えな。サイバーダークワールドも破壊する。いやーでもこんぐらいしかやることないんだよな。で、これでバトルフェス入るしかない。はい。はい。OK。やべえ、もうなんか2000か。2000しかないくらいからめっちゃ怖い。神通1回だけは打てるね。一応。一応一発だけ打てるから、一応モンスターコが向こう1回とアンデム向こう1回は一応あるんだけど。ちょ、なんとかなりますかね、これ。サイバーダークワールドは召喚限増えるんだよな。サイバーダークホーン。うわ、何すんだっけ。貫通かこれあかんな。これ許されて死ぬな、これ。これ殴られて死ぬから。殴られて死ぬので、ちょっとさすがに過密するしかない。さあ、あとはもうバロネスしかない。頑張れ、バロネス。お前ならなんとかできる。これマジでやばいな。これ残りライフ500しかないからさ、本当になんかちょっとでも上回られて殴られて死ぬんだよね。マジでこれパワーボンド通したら終わる。これ、このゲーム。マジでパワーボンド。ああ、それ俺が開けたマジシャンズソウルズ。俺が開けたマジシャンズソウルズを有効活用しようというのか。これまさかあれか、サイバーダークワールドを墓地送ってカードをドローするとかいう、そういう、出た。やばい、有効活用されてる。俺のモンスター。これがね、ちょっとね、若干のね、不安要素ではあるんですよね。あと1枚、いや、オーバーロードだったらどうしよう。オーバーロードだったらやばいな。いや、するしかないか。するしかないか。オーバーロードかもしれない。相手の残りの1枚は。一応これで、いやー、でも止めた方がやったかな、今の。これでオーバーロード引かれても、オーバーロードを止めればいいんですよ、でも。マジで。オーバーロード止めよう。エマージェンシーサイバーもどうでもいいか。どうでもいい。エマージェンシーサイバーどうでもいい。どうでもいいですよ。サイバードラゴンネクステア。めんどくせえ。めんどくせえ。ネクステア効果。サイバードラゴン切りながら自身を特殊召喚。いやー、これ何蘇生されんだ。あ、キメラか。どっちにしてもじゃあ止めないといけないから。ここは止めるしかないか。やばい、復讐もしかない。止めるしかねえ。頼む、もうオーバーロードだけやめてくれ。ここでオーバーロードって言われたら本当に終わる。世界が、世界終了のお知らせ。これだってあそこのさ2体でさ出せる。あぶねえ。よかった、めっちゃ焦ったわ。あの反動一番なったんだろうな。これあれなんだ、なんかこのなんかフィールドなんかあの始まった時なんか鳥みたいなやつ飛ぶんだね。知らなかった、悲願のアッキーです。あー、アリキーの、なるほど。なんだからあれか、幻影悲願勇者みたいなやつか。ちげえわ、ゼンマイティ。やべえ、ろくなデッキじゃないと思う、これだとしたら。やばい、クソデッカー御用達、クソデッカー御用達ムーブきた。いや本当にね、このムーブマジで強いんですよね。でね、ゼンマイっていうねギミックは本当に何でもできるから最強です。はい、バカ投げ、バカ投げよ、こいついつまで展開してんだよ。もうなんかこれ持ち時間終わってんじゃないか。ちなみにね、あのすげえどうでもいい話するんですけど、クソデッキあの300秒で、ま、回すのめっちゃ大変なんですけど、クソデッキ回すときにあの実測値であの大体ね11分以内に回せると300秒で足りるっていうね、あのことが分かりました。最近クソデッキを研究していてね、私、大体ね11分以内で回せると300秒で足りるっていう、このあのゲーム内で処理とかいろいろあるから、っていうことが分かりました。誰も興味のない情報、誰一人として。マジェスペクタークロー、誰、一体全体君は誰。
何これ、わからないコンボが来た。闇属性、ああ属性変えるやつか。あ、なるほど、属性変えるやつ。はい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 、オッケー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 。わかんねえなこれ、何欲しいのこれ。マジスペクタクロークは何する人、こいつは特に関係ないか。バトルマニア、あーんと、ヒート上の表が表示モンスターすべて攻撃表示になり、このターン表示形式変更できず、攻撃可能な場合には攻撃をしなければならない。めんどくさいね。え、これなんでメインフェーズないの、なんかしたっけ。メインフェーズなんでないの、メインフェーズないのはなんでですかっていう話。これあれですか、なんか全く展開見てなかったけど、アモルファクター、お前アモルファクター出したな。ちょごめん、トイレ行ってたからこれトイレ行ってたからちょっと気づかなかったけど、これもしかしてアモルファクター出してた。バトルフェーズ入るしかないのか、これじゃあバトルフェーズ入るしかない。なるほど。え、これ僕あれですか、バトルマニ、え、じゃあ仁王出しか。墓地のこのカードを除外して自分のフィールドのモンスター相手対象に取り、このターン相手は対象のモンスターしか攻撃ができない。なんかわかんないけど全然、お、やばい、こいつしか攻撃できない、めんどくさめんどくさ、鬼めんどすなんだけど。え、これ1200かける、え、でも1200かけること知らなくね。え、すぐ属性がソイモンスターと同じならレベル4以下のモンスター1体をデッキから手札に加える。これあれじゃん、これあれか、これコルセスカエクゾか、これ、これ なんか聞いたことあるぞ、これなんかあれだよな、殴らせてコルセスカを、ね、なんかその装備したモンスターを闇属性魔法使いにして、デッキから闇属性魔法使いをサーチするとかいうガチでヤバいコンボハハハハハハ、出た、これが噂のあれか、コルセスカエクゾってやつか、これすげえなんか知んねえけど攻撃強制されてエクゾディア揃ってやがる、なんだこの天才コンボ。うん、え、ああ、揃え方おしゃれだな。揃え方おしゃ、何この34のマーク。この34って何？邪魔なんだけど。